はい、皆さんこんにちは、榊アトシです。もうね、疲れましたわ。もうすぐ5時25日。もう今日はね、朝から私のねブログがね見えへんというね、見られない、表示できないというねトラブルがあって、解決したと思ったんですけど、私の PC では未だに見れないしね、私のねこのねスマホでも見れないんですけどね、よそでは見れたりするらしいんですよね。なんでこうなるんかって言ったら、もうイライラするんですけどね、ほんまにもう、いやあれですわ、ほんまに。そうですね、あれほんまにね、もうね、イラ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 するんですよ、ほんまにね。で、やっと行けたかなと思ったらですね、ほんまにはあれです。今度はね、まあ、今ねこういう時期、うちの決算も近づいてるんでね、伝票整理してたらね、東京電力のね電気料金の検診票ってあるでしょ、あのポストが入れてくれてたの、あれが何ヶ月か前からか、あれなんですよ、そのウェブに変わってるんですね。で、あ、これなんとかしなあかんやんと思って、でウェブの手続きをしようと思ったら、うまいこといかないっていうか、僕そういうの別にものすごく得意というわけではないんですよ。普通にやるんですけどね、どこも何回やってうまいこといかないから、もうこれ、ああもうって言って、あれですよ、東京電力のサイトでチャットをしてですね、向こうの人とね、もうこれか、もう神にしてくれって言うて、言うたら、神に戻してくれって、それできるんですけどね、戻してもらったらいいんですけど、来月からですって言われて、ちょっと今までのその間のはどうなんのと。まあ、うちはね、これ個人やったらね、銀行から引き落としになったら額だけ見ときゃいいんですけど、うち法人ですからね、あれしなあかんんですよ、書類にして、まあ、残さなあかんわけですよ。まあ、残さんでもいけんのかどうか知りませんけど、まあ、ないといろいろあれですよ、変でしょ。それで、前のはどうなんでって言ったら、それはこっちでは対応してへんから、電話で聞いてくれって、ね、電話したんですよ。電話したら、忙しいからね、かけ直してくれって言うんです。ふざけんなっちゃうんですよ。別にね、こっちがね、ウェブにしてくれって頼んだわけちゃうん。だからウェブにするのは構わへんよ、女も。そういう世の中の流れですからね。あんなおばちゃんをね、毎日ね、各メーター読みに回らせる、読み合わせって書いてピッピッピッって発行して、よりも、そんな、メーターにね、つけといたらいいわけです、検査機を。で、それが、ネットを通してピピッと行くようになってれば、それはそれでええやんかと。それ合理化でしょ。それはそれでええんやけどね。僕らにもちゃんとね、それが分かるようにしとけよと。で、それ、自分でね、申し込まなね、ウェブを申し込まなね、それできひんって、それどういうことやねんってことですね。ほんまに。で、申し込みのこうサイトがね、まあ、東京電力でね、話に聞いたら役所みたいなところらしいですからね。上手に作ってないから、どうも何回やってもうまいこといかへんわけですよ。それに対するあれケアもないわけですね。ここに電話してくれとかで、そういうのもないわけだって。もうこれはイラ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 イして、もうね、それでね、小1時間、解決するまで小1時間かかって。俺の1時間返せって話ですね。もうせいぜい文句言うだろうと思って、これ今喋ってるんですけど。若い人でね、そういうのをね、ちゃんとできる人ばっかりちゃうんですよ。僕、私みたいにジジイもいるわけですよ。で、ジジイにも分かるようにしといてくれと思うんですよね。もうね、いや、ウェブ上でなんかやれって言うやったらもうしゃあないでね、こっちの能力が足りひんねんって言えるけど、もう電力やろうと。この前はね、紙入れててんろうと。それを勝手にウェブに変えたらね、もう僕みたいなジジイでもね、僕よりもっとジジイいっぱいいるんですけど、世の中にはほんまに。ジジイとババアも。きちんとスムーズにね、移行できるようにね、ちゃんとやれよと思いますよね。なんでこうなんやろうと思って、ほんまに、腹立つわーと思って。まあね、ということで、ね、言わせていただきましたね。ちゃんとね、私にはね、企業のこういうクレームをね、受けてくれるね、メディアがいるんで、ね、そっちにも流しておきましょう。わけわからへんわ、こいつらと思って。ということで、もしかしたらそこで乗るかもわかりません。まあね、東京電力ぐらいでかい会社になるとね、そんな一コンシューマーの言うことなんか別にどうでもええっていうことでしょうけども、多分私がこれトラブってるということはね、多分何十万っていう人がトラブってると思うんですよ。東京電力管内で多分何千万世帯っているでしょ、きっと。何千万世帯のうちの 1% トラブったら何十万ですからね。いや、まあ、いっぱいいるでしょうね。やっぱりこういうのってね、もう万全を期してやっていただかないと、こういう公共性のあるもんっていうのは
に結局こういうことになってしまうわけですよ。はい、ということで愚痴を言わせていただきました。皆さんどうもありがとうございます。